ただいま玉井芳泉先生宅に伺っております。玉井先生は1992年に高尾鉱山寺にありますこのご覧いただいている長寿戯画をお書きになられました。幅1メートル高さ35メートルの絞り染めの原画を描かれたのでございます。その玉井先生にちょっとお話を伺いたいと思います。先生こんにちは。こんにちは。はい。この作品いろいろとご苦労されたと思うんですけども、当時のことを思い浮かべて何かお話願いますでしょうか。そうですね、絞りの作品を一般の方に見てもらうために国宝で何かいいもんないかなということで、あの鉱山寺の長寿戯画があるに違うかというみんなの相談で決定して、その鉱山寺にあるその蛙とウサギの戦っているとことか、そういう面白いユーモアを絞りで表現できたらなということで、絞りの可能なのがやっぱり大きい方がいいだろうということで大きい作品になったんですが、はい、はい、まあ長寿戯画といいますと高尾の鉱山寺、まあこういう最近では屏風絵になったりですね、しておりますがね、ところでその玉井先生はですね、なんか、高貴なお方の生まれということでですね、その名前がですね、芳泉さんということでですね、染色作家ということで非常に有名なんですけども、何かその言われがあるんでしょうかね。いや、たまたまある訪問着が一つ入選をいたしまして、その入選を機会に、会社の社長さんがそろそろお前も名前つけた方がええやろいうことで、あの芳泉という名前をつけていただいたんです。はい。その芳泉の方が、私が京都に来た時に弟子入りした先生の名前が白鵬、白い看板師、うん、で泉はたまたま奈良 の藤原鎌足の系図が我が家にありまして、その系図に奈良の都にその泉が、井戸の中に泉が湧いているということで、その泉から玉井という名字が出たということを知ったもんですから、なんか由緒あるようなつながりが、なんか芳泉という名前に気に入りまして、それからずっと芳泉を名乗らせてもらってます。ここに書いてますこの玉井の水を春日の影と埋てとなってますね。これですね。うん、それやと思うんですね。で、先生のお名前がさらにこれずっと経過をたどりましてですね、どれですかね、これですか、たけしさんですか。はい、そうです。ここへ通じてると、はいはい、いうことで非常にまあ由緒のあるまあお名前ということですね、賜りました。まあ この、これはその後もですね、5年後の竹取物語とかの、まあ、絵巻も、まあ、書かれたということでですね、まあ、今回、京田辺が竹取物語の舞台ではないかというようなことでですね、この玉井先生が書かれたこの絵柄ですね、これを現在使わせていただいてるんですけどね、これが当時の、竹取物語絵巻を書かれた時の作品の写真でございますね。はい、そうです。この時もご苦労なされたんじゃないかなと思うんですけど、これも ずっと長寿戯画の時からの流れがありまして、はい、絞りを一番理解してもらうのがやっぱりこういう巻物にするとか、うん、そういうもんでみんなが楽しんで見てもらうことがまず第一だと考えたんです。はい。まあそういうことでね、先ほどの長寿戯画なんかはですね、まあ、ここに、写真が、まあ、あるんですけど、当時こう宮内庁の方も見に来られたんですか ね、うん、ね、知事さんもこれいらっしゃるんですかね、ね、はい。で、その時にはいろんなこう各社新聞社もですね、そうですね、取材に来られたりとか、あるいはなんか NHK もそうです、ね、この工房の方にお見えになられたんでしょうか ね、はい、ね、中継者が来ていただいて、はい、はい、そうですか、はい、いやー、すごいですね。ありがとうございました。玉井芳泉さんの工房からお伝えしました。